僕は神奈川県立湘南高等学校っていう S ラング進学校に通ってたわけなんですけども、まあ、そこをですね、わけあって僕2年で中退したわけなんですね。でその後、ね、通信制の高校に行ったわけなんですけど、その高校がね、まあ楽しいの楽しいのということで、どんな愉快な高校だったのかというのをね、ちょっとあんまり名前出したらね、他の動画で底辺校とか言っちゃってるんで、その関係者とか、まあ僕その高校嫌いじゃないですし、恩師の方とかもいるので、その先生方に失礼になるので名前は出さないんですけども、まあね、どのように楽しかったのかという話をね、まずします。ですね、まずね、普通の高校じゃないんですよ。通信制で通うため感じの高校なんですけども、ビルの高校でして17階なんですね。ビルの17階が その高校なんですよ。なんでオフィスの入り口で会社員他の方と一緒に入って17階まで行くっていう感じなんですけども、それなんでビルの一角の隅に空いたら教室があるっていう、まあそこで非日常ですよね。でもすごいおしゃれな校舎って言ったらあれだな、ビルの中に校舎があるんですけども、もう全面ガラス張りなんですよ。本当にガラス張りなんで、もう教室の端っこの窓側の席に行ったら、もう地上100何メートルみたいな感じでも下を見下ろせるっていう、そういうなんかすごいね、なんか空中都市008みたいな、あ、知ってる、そういう小説、なんか そういう感じで、もう素晴らしい景色を見ながら授業を受けるという、そういった高校、なかなかないでしょう、ね、なんですよ。で、あと時計がね、ないんですよ、教室に時計が。なんでかって言いますと、隣にですね、遊園地がありまして、そのビルの隣らへんに遊園地がありまして、そこの観覧車があるんですけど、観覧車の時計がもう教室の時計代わりなんですね。でも観覧車見下ろす感じなんですけど、でその観覧車を見ながら、あと何分かみたいな感じで受けるっていう、もうすごい活かした高校生活を送ってたんですよね。で、またビルの17階ですから、もうすごい下企業があるわけなんで、すごい苦情が来るわけなんですよ。僕よく相撲大会とか主催してたんで、このガリガリラガルドでよく教室の前で相撲を取ってたわけなんですけども、そのたんびに下のね、ふんふんふんの株式会社ってところから苦情の電話が来るんですよね。でも、それがね、もう鬱陶しいのなんのってことで、僕はずっと下のふんふんふん株式会社を、まあ、ちょっと敵視していたわけなんですけども、ある日ですね、防犯カメラがつけられたんですよ。 防犯カメラが、高校の生徒がうるさいと、登下校中エレベーターがワイワイガヤガヤうるさいので、防犯カメラをね、17階の入り口の前でつけられたんですね。で、17階は僕らの高校しか取ってないんです。で、そのうっさい会社は16階なんですよ。なんで、いや、人様の敷地内に勝手にカメラをつけるとは何事だと。これがエレベーターの中のカメラをつけるとかならまだ分かりますけども、この17階の僕らの高校の前にそのカメラがつけられたということを、僕はその高校のミスターとして非常に憤りまして、ねえ、だってふざけんなって思いません？だって家で考えてみてくださいよ。マンションで、じゃああなたが7階に住んでるとします。で、7階はあなたしかいません。なのに、勝手に人が自分の家の玄関の前にカメラをつけられたらどう思いますか？腹立ちますよね。というわけなんで、でもね、先生もずっとペコペコ平謝りしてて、なすすべないと、で、静かにしなさいとかって言われる。で、まあ、僕が相撲大会とかやってたのがいけないんですけど、まあ、相撲大会やめたんですけど、でもなんかずっとカメラで監視されている、なんかすごい威圧感が半端なくてイライラしたんで、僕は何をしたのかというと、そのカメラの前で抗議の意味を込めて、なんかプラカード掲げたり、なんか中指立てて「フーニー」とかやったり、あとは何ですかね、なんかこういった上下運動みたいな動きをカメラの前でやって挑発したりしてたら、まあ、呼び出し食らいました。もう大目玉食らいました。 で、先生にはカメラ先生に呼び出されて、その映像を見させられて、これ君で間違いないよなって言われて、その先生の悲しい顔ったら出して、もう結果的に僕はその愛校心に駆られて企業をぶちのめそうとしたことで、かえって逆に先生たちに迷惑をかけるというね、17歳の僕は本当に頭がおかしいというか、まあ、今もね、頭おかしいんでしょうけど、ね、だからこのことから学んだことなんですけどね、やっぱりね、和を乱してはいけないということですね。いくらね、愛校心があるからとか、ムカついたからとかいう大義名分があっても、そのようなね、倫理に反したことを行ってはならないということなんですね。
そこで僕は学びましたね。だからこれからは、ね、何かデモとかやるときには一人でやらないようにします。必ず仲間を募ってからデモをやろうと思います。でもね、大人も大人だよね。なんか高校生がさ、カメラに向かってなんかこういうことやってたからってさ、いちいち先生呼び出して聞けるってどんだけイライラしてたんだっちゅう話だよね。はい、というわけで、この僕の通ってユニークな高校についてのお話でした。はい、さよなら。